韓国ガールズグループエイプリル元メンバーのキムチェウォンが、ボーカルレッスン費で物議を醸している。今月19日、各オンラインコミュニティには、キムチェウォンのボーカルレッスン費に関する文章が掲載された。掲載された文章によると、キムチェウォンによる一対一のボーカルレッスンは、3つのコースに分かれているという。A コースは週1回、月4回で60万ウォン。B コースは週2回、月8回で100万ウォン。C コースは週3回、月12回で150万ウォンだ。レッスンは1回15万ウォンほどで、1回あたりのレッスン時間は60分となる。これに対して一部では、芸能人だからといって高すぎるという指摘が出ている一方で、エイプリルで7年間メインボーカルとして活動してきたキムチェウォンの1対1のレッスンなんだから、そのくらいは当然だという意見もあり、賛否両論だ。キムチェウォンは、2015年にエイプリルメンバーとしてデビューしたが、今年1月にグループが解散。また、ソンシン女子大学現代実用音楽学科に首席入学もした。V、インスタグラム史上最短期間で4000万フォロワー突破。宮脇さくら、可愛らしい姿を公開。ガンエイプリルチェウォン、ボーカルレッスン費が高すぎると物議。チェウォンによる1対1のボーカルレッスン、1回60分。A、週1回60万ウォン。B、週2回100万ウォン。C、週3回150万ウォン。